株式会社ソリトンシステムズは東京都新宿区に本社を置く IT セキュリティ製品、リアルタイム映像送信及び組み込みシステムなどを開発、販売している独立系メーカーである。株式会社ソリトンシステムズは創業者、鎌田忍が大学院終了後、1973年にインテル社に在籍、アメリカ本社での経験を経て、 70年代のシリコンバレーのダイナミックさを体験。アメリカの良さと日本の良さを合わせ持つ新しい会社を作りたいと、その関連業務や応用研究活動で知り合った、ジャーナリスト、大学教授、メーカーの研究員など、11人の博士を含む37人の出資により、1979年設立された。企業をしてからの3年間は、 マイクロプロセッサの応用技術やシステム開発のコンサルティング、技術者向けトレーニングなどを手掛け、例明期より LSI を含む組み込みシステムの開発とローカルエリアネットワークに着目、各種デバイスドライバネットワーク管理ソフト、ISDN 基板などを開発。同時に大規模ネットワークの構築にも数多く取り組んできた。近年は、 認証を中心とした IT セキュリティ関連製品の開発とそれをベースにしたサービスの提供や携帯電話回線を利用したハイビジョン画質のリアルタイム映像伝送システムアナログデジタルの混合回路のデバイスや組み込みシステムの開発にも取り組んでいる技術力には定評がある製造工場を持たない新しいタイプの 開発型企業として外国企業との業務提携も多く、その活動は国際的で、米国シリコンバレーに拠点を持つのもそのため、2021年時点、国内主要都市をはじめ、米国、中国、オランダ、デンマーク、シンガポールの各地に技術、営業拠点がある。2007年に、ジャスラック市場に株式公開、2017年に、 東京証券取引所、市場一部に市場変更した。出店、ありがとうございます。